こんにちは。チャプター5、続きからやっていきます。ここで前回セーブしたと思うんですけど、もうね、まるセーでブ意さ味れななめかだったな。り。しかも、ちょっとこっからロードしたら、今後ろの扉閉まっちゃってる。あ、閉まってない。ここが閉まっちゃってて、鍵がかかってて、しかもこの先のこの扉もう鍵がかかってて、進めなくなるというバグが 起きましてですね もうどうにもなんなかったので、チャプター5の最初からやり直してます。やばかった。もう、おいって感じなんですけど、今なんか普通にセーブ、なんかロードしなきゃいけそうなんで、はい、そのまま進んで、ここも扉開いたんで 進んでいこうかと思います。もうって感じ。いやー、バージのとこがめちゃくちゃつらかった。バージといっぱい倒すとこ、あれはほとんど見てたんですけど 戦わず見てたんですが、あ、開いた開いた。この先で探すってこと？あ、なんかいるんだけど。あ、武器ないんだ、そうだ。武器がないんだが。え、あいつがいる中探すんか。部屋にこう入っていくってこと？部屋じゃ多分ダメなんだよね。あ、扉閉めたいんですけど。音がする。音する。わかる。上位ドリューの声だ。あ、いてて、やられてるやられてる。あ、読めなかった。そうだった。読めねえな、おい。読めないよ。大変な、これ。ここどこ？ここか。帰ってくればいいんかな。結構遠いが。あいつどこにいんだろう。Not these guys again. I better stay out of sight. いや、近寄りたくないんだけど、ここ出れば平気も。あ、来てる来てる。待て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 。なんだあの見た目。大変だ。これは。どこに使ったらバレちゃうんだろう。え、しかも2体いる？ 2 体いるの？見えないし。気づかない、この距離。だけど。広い。広いな。広くね？全然わかんない。え、こんな中探すの？逃げ込めれる。違う。と開けてないとこ。部屋にこうやって逃げ込みながら見てくって感じ？進む感じ？開かない。なんで？
あっちはどこ行ったんだろう。リフラックスの声、ごめん、聞いてられないわ。ヒントとか載ってんのかな、もしかして。どこ乗った、いる、もしかして。え、ででで、あれ、これは、あどこにあんねん。あ、あれ、これで作るってこと。どういうことなんだろう。一応ここがね、さっき一瞬入ったけど上位ロリューの部屋らしいんだけど、読む余裕はあるのだろうかな。ジョイドリューの声。お前の気持ちはわかるよ、スージー。アリスは、俺にとってもすごく大事だ。俺が作った、他の全てのキャラクターも、君に小さな秘密を教えてあげよう。俺は描いてきたキャラクターたちはただの絵ではないと思うんだ。彼らは生きている。彼らは我々の一部なんだ。そして俺はみんなにも、俺の知る彼らを知ってもらいたいと思う。彼らと握手をしたり、午後を共に過ごしたり、愛し合ったり。スージー、君に正直に言おう。俺は小さなプロジェクトを開始した。小さな儀式みたいなもの。もしうまくいったら、いろんな夢が叶うことになる。そして君もその一部として入ってほしい。君にアリスをまた蘇らせてほしい。なんか危ないなぁ。で、これさ、どこで、これをやる機会があるんかな。またこれで作るの。向かいの部屋行ける？開いた。取っといて。すごい奥行きのない部屋。これ見つかっちゃうんじゃない？音がさっきからするんだよね。ここ見つかっちゃう？聞こえなくなった。聞こえるな。いるな。これに作んのか？どこか機械あったっけ？あっ！もう無理、もう無理。あっ、無理だ、無理。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。塊持ってる。あそこどうやって行った？私あそこまで。これ壊れてなかったっけ？あ、使えるっぽいな。どれだっけか。これだ。できた。なんかドクンドクンいってる。ねえ、なんで？ここどこ？あ、出れた。いや、来てる来てる来てる。どこだっけ、隠れるとこ。なんか来てるんだけど。あ、いなくなった。またあのなんかインクベンディが来んの？あれ？私持ってないっけ？あれ？ゲットしなかった？
消えた。ここにあったんだ。あれ？見てないもんね。あ、でも2個になってる。光ってんの。いや、3個だ。あれ？悲しみ。悲しみすぎる。こんなに逃げ惑わなきゃいけないんだ、これ。手に入ったのに。そう。もう一回取りに行ってきまーす。やべえ、二人に追われてたよ。やーばー。まあいいか。よし、片側に待ってる。これは一体どうしたらいいかね。まあまあそう。これじゃない？これの形か。また来るんかな。インクベンディ？ちょっと押せないな。近づいてたってことかな。謎すぎる。あ、わざわざ一個ずつ置かなくていいんだ。これでもうゲットしてるってことか。じゃあもう一周行ってこよう。そうしよう。いやー、音聞こえる。こちら近いな。あ、いる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 。右側から行くか。いまいちなんか道は分かんないけど、上位ドリューの明るい部屋の方に行けばマシンがあるから、マシンじゃない、インク塊があるから、ここここここよし。いまいち帰り道わかんないけど、あー、なんか音聞こえるわ。いるかもしんない。あ、いた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 。無視して。無視して帰りましょう。早歩きしてれば一応買わせるっちゃ買わせるからな。よし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 。よし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 。よし。まあいいか。いや、でも最初のさっきのなんかインクベンディ来たみたいな跡は何だったんだろう。くねっとしてるやつだよね。これか？よいしょ。ちょっと、これが押せないっていう。
ゲットなんやで一人で。これで揃いましたけど、あ、こうやってはめる、こんな近く寄んなきゃはめられないのか。よし。で、はめましたけど、なんかスイッチみたいのあるんかな。開いてる。ここか。地下室を探索する。もういいよもうやや、怖いでー。久々の楽器が。あ、なるなる、ちゃんと。いやー、なんかすごいぞこれ。地下室っていうより、なんだこれ。曲で音も怖いし。なんだ。 Looks like whatever was here was taken long ago。 何があったのか分からない。どうやってここに降りてきたんだ。よかった、再会できた。ロープを持ってくるってのはな。また来たら試してみな。俺たちがどこへ行くべきなのか知ってるんだが、決して心地いい場所ではない。インクの悪魔は俺らが必要とするものを持っている。やつの後を追うよ。倒すってこと？あいつらの根城へ行くつもりか？狂っちまったのか？死亡フラグじゃん。手がかりはこっちへ続いているようだ。もう近いはずだが、多分このドアの向こう。でも簡単に分けられそうにない。道具は3つ必要だな。バールと釣り合わせる何か。あ、これも使えるな多分。え、結局解決した？いや、でも再開できた。あー嬉しい。あー、それ全然これ使う余裕なかったけど、なんか書いてある。ちょっと待って、部屋の、じゃあ書いてないか、ちょっと見えないな、ちょうどちょうどちょっとトムさんかぶってるんですけど。じゃあ先進みます。味方が嬉しい。いやー、再会できてマジで嬉しい。でもこの先が、え、なんか怖い雰囲気。ベンディ、あ、スタジオに戻った感あるけど。みんなのさ、歩く音が怖い。あれ、ほら、もうなんか戻ってきた感あるよこれ。インクマシンとか行くんかな。音を立てるなよ。来てるけど、え、やっぱいるよ。音立ててる、めっちゃ。です。え、何何、これやっぱインクマシンじゃない？こんなの見たことないぞ。この方法が全く見当たらない。イカダを作る素材はないし、歩いて渡るしかないな。無理だ。我らは君みたいではないんだ、ヘンリー。もし我らがそっち行くとなると、そうだな、この方は森に隠されたように見つかることはもうないだろう。なら俺が行くしかないな。俺はここで何をしているのかもわからないというのに、なぜ俺にこんなことが起きているのかもわかんないね。お前がここにいる理由はあるはずだ、ヘンリー。何にでも理由はあるんだ。お前が理解できなくとも、時間だ。我らは解放せよ。機械の中に入る。やだ。嫌です。これもう最後かな、もしかして。お別れ、せっかく合流したのに。
疲れなんかな。おのなしで。あら、潰せちゃった。武器ぐらいくれてもよかったのにな。いや、ほんとそれよ。おの。あたいのの、インクマシンの中だ。の。うわ、めっちゃインクの人がいる。インクの人ってなんだろう。炎が欲しいなり。よいしょ。よし。なんだろう。あ、なんか聞けそう。いや、怖っ。何ここ、何ここ。あ、見て、かわいい。すごい、アニメだ、アニメ。すごい、ほら、アリスエンジェル。こう見るとかわいいな。怖いアリスエンジェルばっかりだったけど。これ聞いたらなんか始まるよね、絶対。読んでる時間あるんだろうか。あ、人々が己の手で掴み取れることって本当に感激するよね。粘土の塊ですよ。あなたが十分な熱意を持ってそれを、我々が何を作り上げたか見てみろよ。命そのものだぞ、ヘンリー。画面上だけではなく我々のアニメーションを楽しんでくれるみんなの心の中で。ただチケットが売れなくなった時、次の新作が出た時、怪物のみが残った過去の亡霊たち。でも君は彼らを救うことができる、ヘンリー。彼らを殻から出すことができる。ウェンディが知ることがなかったものが一つだけある。彼は初めからいたが、これを知ることはなかっただろう。終わり。ジエンド。おいおい、ウェンディじゃん、やっぱり。ちょ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 、待て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 、怖い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 。何ですか。でっかー。ちょっと待って待って、怖い怖い怖い。あ、吹き飛ばされる絶対。ほら、分かってたよそれは。何をすれば。何、めっちゃ走り回ってる。何したらいいんだろう。まだ相変わらず、あ、なんかスイッチがある。スイッチ押していくってこと？めっちゃ走り回ってんですけど。あ、なんだ、これ押していくのか？よくわからん。やばい。スイッチ。ああ、行くさ。なんだあれ。あ、スイッチ。何個あんだろう。とりあえず左側見てってるけど、ひんど。いや、しかも暗い。もう行き止まり。なんだなんだなんだ。やべ、何したらいいか分かんない。何個スイッチが。便利、暴走してるし。うわ。チカチカしてる、めっちゃ。ねえ、斧、斧、怖い怖い怖い。違うとこにあるのかな、スイッチ。これ一周したよね。左端見てって。違うとこなんじゃん、多分。あっ、あれ、あれ、おかしい。
着こう、一回落ち着こう、一回落ち着こう。即死か。いやー、待て待て待て、ちょっともう一回やろう。スイッチ押されてる状態なんだろうか。これ見てみとか、あ、矢印書いてある。あれに行こう。あれ押されてる？確認しよう。あっちょっと待って、交通事故、交通事故です今。飛び出しもう飛び出し来たよ今。待て待て待て、押されてる？あ、親切。これで見てくんだ。あっち側かと。あ、来る来る来る、ここで壊せんのかな。なんかすごいいろんなとこワープしてない？じゃあ端っこ通って、あの違うとこ行かなきゃダメか。おーっと、あ、え、なってた、あったぞ。でここに一個でしょ。何個やったんだろう今まで。めっちゃ走ってんな、すごいことになってる。あとは、あれはでも押した、間違えた、ダッシュボタンで間違えた。交通事故よ、交通事故。しかも端っこのアルベク通って、さっきどの辺行ったっけ。やばいやばいやばい、暴走しすぎよ。あれか、あれ押そうとしたんだっけ。でもあれ押した気がする、端っこにあるやつだから。超端っこ行ってる。あっもう当たっちゃったらしょうがないな、もうだってあの速さだもん。あれー、あ、そっか、こういう端っこから出てくるの、こうしてある、見て書いてある、オープンディスドア。あ、ドア、ドアどこ。オープンディスドア、すんげー揺れるんだけど、ドアが開いてるのか、なんかじゃあドアがあるんだ。ん？どどどど、どっかにあるんだなきっと。どこでしょうかね。したいっぽいよね、安全ではないけど。んー、ここスタート地点か。状況の把握がどこが開いたんだか全く分かんない。これか、あ、いた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 。でましたけど、あ、ここにもなんか生き返るとこあるってことは、ここでもなんかやるんじゃん。アニメは可愛いけど、
は可愛いんですけど、ここで何をしたら可愛いな。可愛い。でこの先、あれ、いけない。いけないな。何を。これか。お、いる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 。どうしたらいいの、どうしたらいいの。死ぬ死ぬ死ぬ。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんでございますか。次は何かをするんだよね。いける？これなんもないか。いや怖い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 。ここに隠れてちゃダメ。どうしよう、ぐるぐるしてるだけなんだけど。あ、壊れた？何の音？あ、あれ壊してもらうんか。そういうこと。でもぐるぐる回ってりゃいいかな。あ、割れてる確かに。あ、割れてるやん。あ、オッケーオッケー、あと2本。しかし、しかし走るのが遅いヘンリーあ、いたいたいた。後ろにいればいいかな。怖い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 。パリン行って、パリン行って、パリン行って。やばいやばい。あ、壊したけど何も見えません。あそこか。あ、あれ終わった。あ、でまたここ来ちゃったんだけど。ねえ、これか。えい、ジエンド。しない。あの平和な曲が流れてる。
お、どこ？あ、すごい作ってる。恐ろしい物語だったんですけど。Henry, so soon. I didn't expect you for another hour yet. ルシカは君の姿を見ないと思っていた。俺を驚かせようとしてるな。でも俺は知ってる。俺は知ってるぞ。聞きたいことがあるんだろう。お前はいつもそうだ。唯一大事な質問はこれだ。我々は何者なんだ、ヘンリー。俺は誰なのか知っていると思っていた。でも、成功は俺を狂わせた。ページには線のみが残った。最終的に俺たちは自身で作った2つの違う道を歩んだんだ。お前は素敵な家族と、そして俺は歪んだ帝国。そして俺の道は途絶えた。俺は我らの作品を俺の人生にしてしまった。古木友よ、お前はいつも俺の背中を押してくれていた。正しい道へと押してくれてた。もう少し強く押してくれていればな。なんか怖い。ヘンリー、昔の仕事場に来たまえ。お前に見せたいものがある。All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted. あれ、戻ってきちゃった。Tell me another one, Uncle Joey. Thank you.
はい、というわけでよかったエンディングまで無事たどり着けました。なんかもういろいろあったんですけど道中セーブされなかったり、まあいろいろね、まあダメだったり進行不のバグにあったりいろいろありましたが、いやー無事エンディング迎えることができました。よかった。いやー細かいその、なんだろう、ボイスメモ的なあれは全部読めなかったんですけど、最後の方とかなんか襲われたりしたから見れなかったりしたんですけども、なんか最終的にあれですね、地獄はまた戻ってくるみたいな感じでホラーゲームにありがちな感じで終わってはいたんですが、いやーでも本当に世界観とかすごい、キャラクターも可愛くて、最後ポスターみたいなあんなに種類あったんだと思って、うん、すごい便利とか、そのアリスエンジェル途中で会ったボリスとかすごい、はい、なんか可愛かったし、なんかいろいろあったけどすごい大好きなゲームです。まあ思い出もあるよねいろいろあった分いやーすごい、でも怖かったけど楽しかったです。もうね、心臓ドックドック言ってたけどね、ずっと楽しかったです。で多分このクリア後のそのなんかよく見れるシーイングツールが全部のチャプターで見れるから、それで多分その隠されたメッセージ的なのがこう見れるんだと思います。まあ2周目ちょっとやらないと思うけどマジでもったいない。このバグとかなんかいろいろ修正ちゃんとしてくれればさ、本当になんかいいゲームかなと思うんですけど、もったいないですよね、すごい。いやー、でボーナスコンテンツみたいなのがあるっぽいので、なんかこう動画にできそうだったらそれも動画にしようかなと思います。はい、いやー本当に今見てくださってありがとうございました。最初の方とか前半か、なんかみんながいてくれたからこそ進めた感はすごいあるので、本当になんかあんまり、まあ怖かったけど怖さが和らいで進んでいけたかなと思うので、本当にもう感謝ですありがとうございました。いろいろあった中も見てくださってありがとうございます。はい、ではベンディ&ジ・インクマシーン、ここで終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もうなんか安堵感と達成感でめちゃくちゃ今いっぱいですそしてグッズ欲しい相変わらずはい、ではここまでにします。ご視聴ありがとうございました。以上レオでした。